ケとかコンビニの明かりついて、駅から人がまばらに歩く、そろそろと一日の疲れを抱きしめるように、人の心があるってそう思ったのは僕自身だ。僕は疑い合い街に来た、僕は何を強く信じりゃいいのか、君は言い訳だらけの街にいた、君は何を強く信じりゃよかったろう、陰はじめの月に叫んでみるよ、ワン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 、こんな感じかね。あの日僕らが見た木漏れ日は街の匂いに溶け込んで、生きた美しさになって、これが本当でずっと続くものだと思っていた。嘘となんて星空に消えてしまうのならば、俺は嘘だったの、人生は嘘だったの。少しの間違いとか少しとがった心とか、人を好きになる心って爆発しそうなくらいに心が大きく動いてく。うわ、また割っちゃったよ。大きな夢を見るって青空に手が届きそうな少年のように今日の夕日に涙が止まらず、月々と心が生きてた。
曲ね歌ってみたんだけど、また弦が切れちゃったよこれ。しょっちゅう弦切れるなこれ。最近しょっちゅう弦がよく切れるんですよね。ということでね、新曲歌ってみました。以上です。ありがとうございます。はい、ということでございましてね、いやー、作詞作曲した歌はね、作詞作曲した歌を歌ってみたんでございますけれどね、まあなんかこうセンチメンタルで若干ノスタルジック感も入れた感じのね、なんかこう染みるような感じのね、なんかこう考えさせられる、なんか感慨深い感じの曲ができたなというふうに思っているんでございますけれどもね、まあこの曲ね、またまだね、まだ出来たてほやほやの赤ちゃんみたいな歌ということでね、まだ曲名の方がね、ついていないんでございますけれどもね、見てくださった視聴者の皆さんからね、この曲にぜひタイトルをつけていただきたいなというね、お願いがありまして、コメント欄の方でね、この曲のタイトルのね、案をね、書いていただけたらね、嬉しいなというふうに思っております。ということでね、また次の動画でお会いしましょう。それでは、また、バイバーイ。またねー。